バラクはイスラエルエアロスペースインダストリーズとラファエルアドバンスドディフェンスシステムズが共同開発した艦隊空ミサイルである。股間防空ミサイル型のバラク I とこれを発展させた艦隊防空ミサイル型のバラクマイナス8がある。ビクトリー級コルベットより発射されるバラクバラク I はイスラエル海軍の高速戦闘艇に対して 艦隊空ミサイルによる股間防空能力を付与するために開発された。1981年6月のパリ航空省で発表されたが、この際にはイギリスの GWS-25C ウルフに似た8連装の箱型発射器を使用していた。1980年代初頭に行われた試験において、この発射器はいくつかの運用上の問題に直面したことから、 1983年のパリ航空省においては、8セルの専用 VLS を使用する改良システムが発表された。バラク・アイミサイルは、発射直後ブースターによって上昇し、姿勢はまず水力変更方式で制御され、ブースト終了後に水力変更用デフレクターを切り離し、その後は空力付近で制御される。バラク股間防空ミサイルシステムは、 高速戦闘艇に搭載するものとして開発されたことから軽量に完成されており、また目標の発見、脅威評価、ミサイルの発射、誘導まで自動化されている。システムはミサイル本体及び8セルの VLSL-M-2221STGR 捜作、追跡、誘導用レーダーによって構成される L-M-2221STGR は IAI の系列企業であるエ l タエレクトロニクスインダストリーズ社によって開発されたもので X バンドとカバンドの2つの周波数を使用するパルスドップラーレーダーでありまたバックアップとしてテレビ及び赤外線追跡装置が連接されているまた多くの場合対空警戒及び目標追尾のため LM-2238 スター低空警戒対水上レーダーも連接される イスラエル海軍、インド海軍、シンガポール海軍、チリ海軍バラクマイナス82007年1月、イスラエルとインドはバラク艦対空ミサイルの次世代型を3億3000万ドルかけて共同開発することに合意した。このミサイルは当初バラク2とも呼ばれていたが、後にバラクマイナス8と呼ばれるようになった。この新型ミサイルはバラクを元により改良された誘導装置を搭載し、 また 70km 以上と射程距離の延長が図られており、RIM-162S 無内し、スタンダード SM-2MR に匹敵する性能を目指している LM-2248MF スター、多機能レーダーと組み合わされて防空武器システムを構築するほか、イスラエル海軍はマーク 41VLS に対応するように要求している詳細は バラク八を参照イスラエル海軍にインド海軍、ありがとうございます。